今年の正月2日に日本航空と海保の飛行機が衝突をして、海保の乗組員全員死亡というね、非常に悲しい事故が起きました。で、何が悪いかって言った時に、まあいろんな誰が悪い犯人探しをするみたいな風潮ありましたけど、私としては誰かが一人間違っても他の人がカバーすることによって事故を防ぐというのが航空機の安全の基本ですから、誰か一人が間違った瞬間お前が悪いじゃなくて、人間は必ず間違いを犯すので、この人が間違えてもこうカバーする、その人が間違えても次こうカバーする、何重にもカバーができたのが全部スルーしちゃって事故が起きたわけですよね。ですからこれは一時的にはね、海保機が指示を勘違いして入っちゃったと、だからそいつが悪いんだっていうのは簡単なんですけども、人間は時として過ちを犯すものですので、海保機の機長が指示を誤って誤進入してもそれをカバーしなくてはいけなかったわけですね。まず副操縦士がそれに気づいて、機長違いますよって言わなきゃいけなかったんですよ。指示と違う動きをしている飛行機がわざわざ見えるように高いところに管制タワーあるわけだから、あれ指示通り動いてないってことを気づかなきゃいけなかったんですね。だってね、アプローチしている着陸機があるのに入っちゃったわけだから、これはですね、気づいてダメだって言って着陸のやり直し指示を5ラウンド指示しなくてはいけなかった。まあちょっと JAL のパイロットを責めるのはかわいそうですね。暗い中そこに止まってるのを発見できなかったってのはちょっと、まあ、本来は前方注意しなきゃいけないんですが、まあ、夜の場合はね、責めるのはかわいそうだなという気がしますけども、それを防ぐために国交省としては誤進入の警告のシステムを作ってたわけですよね。それで画面は切り替わって警告表示していたんだけども、音声が出てなかったってわけですよ。で、わざわざそんな装置作ってんのに音声鳴らせばよかった話なんですよね。そうすれば管制も異常の表示になっていたけども、音声が鳴ってないから異常表示に気づかなかったってわけですから、こういうですね、まあ海保機の機長の判断ミスが原因とはいえ、何人もが途中で気づいて事故を回避できたものを回避しなかった、だからもう全体の責任ですよということをですね、私これまで解説してきました。そしてようやくですね、一つの解決として、滑走路誤進入が生じた時に警報音が出るというようになるそうです。画面上は警告は出ていたらしいんですよね。でもその警告を確認する手順が存在していなかったんですよね。だったら警告を表示する意味ないわけですから、音が鳴ってれば気づくはずですからね。そもそも音を鳴らしていなかったって、これはシステムを組む上でのですね、大きな欠陥だったわけですよね。システムは警報システムありますから、音を鳴らすということになったそうです。こうやって航空機の安全運航がですね、確保できるようになってきてるわけですけども、これはですね、誰が悪いってもし言うならば国交省が悪いですよ。ヒューマンエラーが起きた時に相互補完できるように構築するのが国交省の責任ですよね。わざわざ誤進入警告システムまで作っていたのに、肝心の音を鳴らしてない。仮に音を鳴らさなくても、その画面を必ず見るようにというか手順があればいいんですよ。画面を見る手順がないんですよ。警告出すけども気づいたら見てねって、そんなバカな警告あるわけないですよ。誰もが気づくようなね、だってもう航空機の衝突って最悪の事故になる可能性があるわけだから、何よりも優先するわけですよね。そんな危険が迫っているのに黄色になったまま誰も気づかなかったって、そんなバカなことあるわけないです。つまりね、これはね、もし誰かが悪いというのであれば国交省が悪いんですよ。いや、なんなら公明党が悪いんですよ。で、ようやくここへ来て誤進入で警告音を鳴らすようになったということですよね。ほんと初歩的なね、制度設計ミスだと思いますよ。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。